皆さんこんにちは、リリーです。今回はセリアでいっぱい買い物してきたので、こちらの購入品紹介とそれぞれの収納方法も一緒にご紹介したいと思います。まず一つ目は超定番ものなんですけど、こちらワンプッシュ小物ケースです。ほんまに名前の通り、ここをポチッと押すだけで蓋が立つのですごい便利です。特に水回りで愛用してますね。キッチンやったら排水口ネットを入れたり、あと洗面台やとこの中にコットンを入れたりとか、もうほんま便利。まだ持ってない方はマジで買ってみてください。これ100円は安すぎると思います。今回はここにサプリメント入れて使うことにしました。一袋分全部入りきりました。続いてはとにかく洗いやすい保存容器。こちらは2つセットで100円です。色味がクリアホワイト、容量は 270ml でご飯1膳分入れれるみたいです。いやー、洗いやすさってほんまに大切やからね。これ開けるとこんな感じで蓋の溝がほとんどないんですよ。で、こっちの容器も段差がほとんどないんです。だいたいこういうタッパーってパチンって閉めるところの溝が深くって、ご飯とかを入れるとその間にご飯粒が挟まって、洗い物するときとかにこうやってうんってほじくり出さんとダメじゃないですか。でもこれはスルスルスルっと洗えるんで、ほんまに時短になるし便利です。洗い物嫌いな方は特におすすめ。いろんな容量のものとか、あと四角い形のタッパタイプも売ってるので、よかったらチェックしてみてください。続いてはこちら、仕切り3トールトレイです。このサイズ感ちょっと珍しくないですか？よう見かけるのはこの底も高さも正方形、ここぐらいまでの高さのものとか見たことあったんですけど、このサイズ感いろいろ使い回しが効きそうやなと思って試しで一つ買ってみました。だってちょっとこの中とかに入れて収納に使おうかなと思います。開けるとこんな感じ。ヘアグッズをいろいろ収納してます。3トールトレイはここに置きました。中にはヘアゴム、ワックスで手汚れた時のおしぼり、メイクする時のヘアクリップを入れてます。続いてはチャーム6というボックスですね。こちらを2つ購入してきました。横から見るとこういう風に波打ったデザインになってます。まあ、これほんまこれ波々なってなくって、超シンプルな白のボックスを探してたんですけど、なかなか売ってなかったのでこれにしてみました。この中にアクセを入れて、あの引き出しのどこかに収納で使えたらなと思います。続いてはこちらのチャーム5です。さっきは6やったので正方形が6つ並んだ形でしたが、この5はちょっと横長が縦に5つ並んだデザインになってます。これは例えば下着を1つずつ入れるのにも使えそうやし、私はシュシュとか入れて使うのもいいなとか、あと時計収納にも使えそうだなと思って購入してみました。続いてはこちらのホワイトトレイです。こっちは長い菜箸とかも入るタイプ、こっちは同じ大きさの縦長が2つあって、下に四角い仕切りがついてるものです。これを使ってキッチンの収納方法をちょっと見直そうかなと思って購入しました。続いてはシューズラックダブル買いました。これこういう感じで靴を上に乗せて下にも乗せてパコンと上げると下の靴取れるっていう、一つの靴のサイズの幅で2足収納ができるので、ちょっとスペース活用できそうやなと思って購入しました。ただこういうのってヒール高いやつを下に置くと、もうこの高さと合わなくって浮いちゃうとか、これがはまらないっていうことがあるので、スニーカー専用になるかどうかちょっと一つ買って試してみようと思います。いい感じやったらこれを揃えて収納全部に使いたいなと思うんですけど、多分ヒールは難しいかな。今まではこういった風に左右の靴を上下に分けて入れるシューズラックを使ってたんですが、取り出す時ちょっとめんどくさかったんですよね。で、今回買ったシューズラックは一気に靴を取り出すことができてめっちゃ便利やなと思いました。上下入れ替えてみます。まあ上は簡単に取れますよね。問題は下です。おー、スタンスミスのスニーカーでもかかとの部分が当たってうまく上げれなかったです。ペタンコ靴専用になりそう。
続いてはこちらのカラー巾着です。 SML と展開されてましたが、私は M サイズと L サイズにしました。何に使うかっていうと、例えば夏場とかヒールでお出かけすると足痛くなるじゃないですか。そういう時にペタンコの靴を中に入れといて帰りに履き替える、まあ、人前ではねピシッとヒール履いてるけど、みんなのとバイバイってした後はだいたいぺちゃんこの靴に履き替えるので、それを持ち運ぶ時にいいなと思ったので選びました。巾着袋って言ってもポリエステルとかビニールっぽいシャカシャカした素材で、もし汚れてもパッと洗えて乾かせるような素材かなと思ったのでこれにしました。色味は他にネイビーもありましたけど、私はブラックにしました。これめっちゃ良さげちゃう。みんなどうしてるんですかね。足痛い時とかずっとそれでもヒールで歩きますか。私人に見られてない時はだいたいちょっと間抜けな格好になりやすいんで。でこっちの大きいサイズはジムに行く時とか、あと何かで上履きが必要な時、ちょっとごつめの靴を入れる時にいいなと思ってこっちにしました。畳むと L サイズでもこれぐらいのコンパクトなサイズになるので、カバンの中にも入れときやすいと思います。続いてはこちらの刺繍です。白いニットっぽい素材に黒のボーダーが縁についていて、巻いても可愛いっぽいな感じ。ちょっと夏らしいし、お部屋でピッてつけるのにもいいかなと思って買いました。シュシュって結構ね 3,4,000円とか高いのも売ってるんですけど、私結構100均とか、まあ、1000円以下で買いがちです。これはでも、外でもスポーティーな格好の時やったら使えそうですね。続いてはこちらのおかずカップを購入しました。これは全部で26枚入っていて、電子レンジも OK、 2色展開でブラックとグレー、柄がねなんと全8種類あるみたいです。こんな感じ。これね、私お弁当は普段全然作らないんですけど、ドレッサーの中の収納で使いたいなと思って購入しました。メイクスポンジをそのまま入れるのはちょっと抵抗があったので、このおかずカップを入れて、ファンデがついたスポンジでもケースが汚れないようにしてみました。続いてはこちら、強力マジカルテープです。これはステンレス、アルミ、プラスチック、ガラス、木材などいろんなところに貼れるそうです。で、私はこの木材のドレッサーの底とかちょっと見えにくい場所にこれを貼って、タコ線っていうのかな、タコ線いっぱいコンセントさせるやつを貼り付けて、コテとか使うときにもっと便利になればいいなと思って試しに買ってみました。さあこれで重要なのが、タコ足をつけてコンセントを抜き差ししても、このタコ足がベロンと粘着テープから離れないかが重要。最高。続いてはこちら、ミルキーカラーメッシュロングポーチ。これね、前はマットなビニール素材で、後ろがメッシュになってます。開けると半々で素材が違います。通気性がめっちゃいいので、私はこれに歯ブラシを入れて持ち歩くことが多いです。今まではこっちのもうずっと歯ブラシケースはこれでヘビロテしていくと思います。ほんまにおすすめ。他の色味もあるので、よかったら皆さん見てみてください。続いてはこちらのお散歩ライトです。ずっと気になってたんですよね。結構最近お散歩されてる方、ワンちゃんにこういうチカチカ光るライトをつけてる方が多かったんですけど、やっぱあれつけてる方が安全やろなと思って探してたところ、なんとセリアで見つけたので購入してみました。確かにこれをつけてると、後ろから来られる自転車の方とか車の方とかも、あ、ワンちゃんがおんねんなっていうのも分かりやすいし、ちょっと早速つけてお散歩したいと思います。続いてはこちら、パールビーズカラーミックスのブルーを購入しました。全部で30個のパールが入ってます。これなんで買ったかっていうと、前回の動画でこれを作ったんですけど、この中にこのブルーっぽいパールを入れると可愛いんじゃないかなと思って購入してみました。
入れると前よりちょっと可愛くなりました。さあお次はセリアの新商品です。こちらのスプーン可愛い。持ち手の特にねテイスティってボコボコした感じで書かれてます。素材はプラスチックでもなくガラスでもなくストーンウェアって書いてますね。音で伝わるかな。こういうちょっと石っぽい感じでツルツルしてます。これは他にもスープカップとかマグカップお皿も出てました。ただねスープカップとかマグカップもめっちゃ可愛かったんですけど積み重ねての収納が難しそうやったので今回私は諦めましたが、収納スペースいっぱいある方はほんまにゲットしてほしい。マジで可愛かったです。購入品は以上です。今回の動画も良かったよって思ってくださった方はぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますのでよかったらフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。